輸出おめでとうございます。ありがとうございます、ここまで吉川選手ご自身の戦績今節を振り返っていかがでしょう。リズムよく来れてると思います、はい、それはリズムがいいというのはやはり船足的にもいい。そうですね、はい、特にどのあたりが強調できますか。まあ、バランス取れてると思ってます。そうですか、はい、スタートの見え方、まあ、ちょっと今日風が強いので、はい、その話は後ほどするとして、はい、ここまでのスタートの見え方いかがですか。少しやっぱり風向きとかに影響されてちょっと決まってない時もありますね、はい、ただこう見てると伸び返していく感じはあるかなっていうふうに見えるんですが。そうですね、その辺の足はしっかりしてるのかなと思ってます、はいはい、今回際作業としては大きなことはされず、はい、ペラ調整ぐらいです。で問題は本日です、はい、このぐらいの時間帯からもう展示タイムも7秒台になってきました、おそらく予報でもそれはお分かりになっていたと思うんですが、朝からどんな準備をされていますか、はい、ちょっと水面のいい時に乗って調整はちょっとしたんですけども、はいはい、安定板をつくという可能性もありますよね、この後。まあ、つくと思います、はいはい、そのあたりも見越している。そうですね、朝はちょっと安定板をつけらせてもらったので、その辺の調整ちょっとしながら、はい、乗ってました、はい、戸田は5年ぶりの SG 開催になります、はい、その5年前の覇者が吉川選手でした、はい、拍手も起きています。 ありがとうございます。戸田のファンは非常に温かいんですけども、最後に優勝戦への意気込みを一言お願いいたします。はい、コンディションも非常に悪く難しいレースになると思いますけども、集中して頑張ります。ご声援よろしくお願いします。頑張ってください。1号艇吉川元博選手でした。続いて2号艇ブス島選手、中央までお願いいたします。2号艇ブス島誠選手、優勝おめでとうございます。はい、こんにちは、ありがとうございます。ブス島選手、まるで桐生みたいなコンディションになってきましたよ。そうですね、もう本当に毎日温かい応援ありがとうございます。そして水面コンディションも気流みたいな感じになってきました、はい、そうですね、本当ですね、気流ですね、はい、ここまでの船足、ご自身で自己分析するといかがですか。まあ、よくここまで頑張ったなっていう感じなんですけど、だいぶ底上げできて中堅上位ぐらいかなと思います。ということは出発点ではここのレベルにはなかった、はい、そうですね、もう到底来れるような感じじゃなかったんですけど、はい、特にどのあたりが良くなりました。もう全体的に底上げできて、出足は結構、いいのかなと思います、はい、そして問題は今日です、はい、もう 今でもかなり吹いてるんですけど、はい、優勝戦の時間帯はさらにとてつもない風になりそうですけど、はいはい、そのあたりの対策は。いや、もう対策も何もないので、波好きなので、はい、頑張って乗るだけだと思います、はい、見てください、こんなにたくさんの皆さんが、しかも、ブス島選手タオルも、はい、たくさん掲げていただいています。そうですね、いっぱいありがとうございます。すごいですね、はい、最後にたくさんファンの皆さんがいらっしゃいます、はい、優勝戦への意気込みを一言お願いいたします、はい、優勝したいです、頑張ります。頑張ってください。2号艇ブス島誠選手でした。続いて3号艇土屋智則選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。うわ、すごい声援が飛んでますよ。はい、月がありますね、はいはい、昨年クラシックを制しました、はいはい、当然今年は連覇がかかるわけですけど、はい、内閣続きそうですか。そうですね、4日目から月があるんで、それを生かして今日も継続したいと思います。今お話があったように、その4日目5日目と、はいはい、本当に1マーク同じような展開ですよね。そうですね、はい、でもやっぱりその展開をつくというのは船足も良くないとなかなかできないんじゃないですか。まあ、前傾から今節はしっかり船足がしていたと思います、はい、特にどのあたりがここまで強調できますか。まあ、バランス取れて全体的にいいかなと思います、はい、で戸田水面、比較的コンパクトな水面なんですけど、はい、土屋選手は戸田水面の相性はいかがですか。まあ、あんまり得意ではなかったんですけど、今節好きになりました。わかりました、はい、そして今日のコンディションかなり風が吹いてきています、はい、朝からどんな作業をされていますか。まあ、とりあえず乗って、はい、ちょっとこれからまた考えます。わかりました、はい、やってもプロペラぐらいですか。そうですね、はいはい、ほぼ微調整ぐらいでいきます、はい、スタートの切れ今回どうでしょう。まあ、自分なりにしっかりいけてるんで、はい、しっかりいけます、はい、
さあそれでは連覇がかかるこの一番に向けてたくさん集まってくださっているファンの皆さんに最後一言お願いします。はい、昨年に続いて今年も優勝したいと思います。ご声援よろしくお願いします。頑張ってください。3号艇土屋智則選手でした。続いて4号艇宮野原幸輝選手です。優勝おめでとうございます。はい、お願いします。ありがとうございます。 SG 初優出です。はい、いかがですか。まあ良かったですね。はい、かなり道中でも見せ場たっぷりの競争なんですが、ここまでご自身のレース、そして船足、分析するといかがですか。まあ、船足はもう文句ないんですけど、ハンドル来た時の船の向きとブレーキ感が来てないんで、そこだけ来てくれたら最高だなって思います。はい、あと宮野原選手は波水面ってどうですか。あんまり好きじゃないです。あ、そうですか。はい、朝から今日の準備どのあたりをされてきましたか。今日朝スタート練習あったんですけど、ちょっと昨日朝のスタート練習と本番の展示いた感じがちょっとすごい誤差があったんで、今日はちょっと出なかったんで、これから乗ってみてですね。はい、あとやっぱりプロペラですか、この後やるとしても。まあ、はい、もうプロペラの微調整だけですね。はい、宮野原選手にとって戸田水面のイメージ。初めて1着取らせてもらった水面なので、すごいいい印象です。もうデビューから相当将来を嘱望されてきた宮野原選手、ここで SG 初優出、やっぱりその初勝利も初優出も戸田縁がありますね。はい、ありがたいですね。はい、はい、さあさらにそのワンランク上の場所を狙って、最後にファンの皆さんに一言お願いいたします。はい、精一杯一生懸命頑張ります。応援してください。4号艇宮野原幸輝選手でした。ありがとうございました。続きまして5号艇桐生純平選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。いや、皆さんの応援温かいですね。どうですか、地元 SG 初優出です。もうそうですね、皆さんの応援があったから今ここに入れると思ってます。はい、ただ順調じゃなかったですね、今回なかなか大変でしたね。まあ、いろいろ整備とかさせてもらって、日に日に良くなってきてるので、まあ、今日も朝乗ってまた整備させてもらったので、もっと良くなってると思ってます。はい、はい、桐生選手、この波水面かなり風が出てきていますが、はい、その波水面というのはいかがですか。問題ないです。はい、はい、この後やるとしたらプロペラですか。プロペラも整備もまだまだ、まだまだ最後まで諦めずやりたいとは思ってます。はい、はい、桐生選手にとって地元 SG 初めての優勝戦のステージということになります。はい、あまり深くは捉えてないですか。いやー、いろいろな思いがあるので、もう本当気持ちだけはもう誰にも負けないようにしっかり走りたいと思います。はい、おそらくファンの皆さんもその気持ち十分伝わっていると思います。では最後に優勝戦に向けての意気込み、はい、一言お願いいたします。はい、気持ち入れて走ります。ご声援の方よろしくお願いします。頑張ってください。5号艇桐生純平選手でした。そして6号艇平本正幸選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、大声援です。いや、意外にいただいて嬉しいです。意外ではないと思いますけどもありがとうございます。はい、ここまで振り返って、昨日の準優2着も決して楽な2着だったわけではないと思いますが、いかがですか。はい、まあそうですね、船足的には正直満足できる状態ではないんですけど、まあ、数字あるエンジンだしそこそこかなと思ってます。はい、特にその今の良さ、いいところを挙げるとすると、まあ、出足寄りになってます。そうですか。はい、スタートの見え方はどうですか。スタートもまあ本当感通りで、思ったほどはちょっといけてないんですけど、はいはい、であとは今日このあとちょっと風速がどのぐらいになるかは分からないんですが、はい、もう荒れたコンディションになるのはほぼほぼ間違いないです。その辺の朝から備えというのはどうですか。プロペラとかも相当叩き替えましたし、そういう感じにはしてます。そうですか。もともと平本選手はそういう、こう波立つ水面というのはどうですか。常滑で鍛えました。なるほど、はい、大歓迎。はい、分かりました。では最後に、あ、ちなみにコース、まあ、コースはピット場内出ない限りは枠なりです。分かりました。はい、では最後にファンの皆さんへ優勝戦の意気込みを一言お願いいたします。はい、本当、まあ、ここ何が起こるか分かんない水面なんで、頑張ってもらって展開つけるように頑張ります。頑張ってください。6号艇平本正幸選手でした。